またバイトをクビになってしまった。もっともこの体質じゃ仕方ない。3ヶ月なら長い方だったな。いつまでもゴロゴロしていられないし、俺にやれそうな仕事って残っているんだろうか。できれば誰とも関わらず一人でコツコツやれそうなものがいいんだけど。うん、吉岡。いやー、またバイトをクビになったんだってな。人が痛い目に遭ってるのに嬉しそうな声だな。そんな痛い目に遭ったお前に朗報だ。次の就職先のご用意ができております。うちに来い。人手が慢性的に足りてないんだ。はあ？お前んとこって漫画喫茶だろ。無理無理、客商売なんて今の俺に一番無理だ。大丈夫だって。お前の心配な女性客のことならうちは少ないんだから。じゃあそういうことで今から来てくれ。どうせ暇でゴロゴロしてたんだろ。あ、おい、切りやがった。仕方ない、とりあえず行ってみるか。漫画喫茶フリーダム、それが吉尾の家が経営している店の名前だ。じゃあ採用ってことで早速今日から働いてくれや。急な話だな。昔は常連だったお前なら仕事の内容もそれとなくわかるだろ。もちろんお前一人に全部やらせたりしないから、わからないことは先輩に教えてもらえ。先輩？お前じゃなくてか？ああ、そうだ、レイさん、ちょっとこちらへ。こちら鈴川レイさん。うちの店では一番の古株で経験豊富だから、ま、教育係みたいなもんだ。どうも。おい、ちょっと、教育係の先輩はいいが、あれって女性だろ。あの胸と体を見て女性に見えなかったら、いろいろと問題あるな。そういうことを言ってるんじゃない。いきなり女性とシフトを組むとかどういうこった。大丈夫だって、あの人は結構特別というか、なんか浮世離れした人だから。だからってな。ほら、先輩を待たせるな。すみません、お待たせしました。じゃあレイさん、後のことはお願いします。ん、ね、お前帰るの？俺は徹夜明けだ。代わりの人手が確保できたので帰って寝る。おいおいおい、いきなり俺を一人にするのか。二人だろ。じゃあお疲れ様です。お疲れ様。では鈴川さん、よろしくお願いします。例でいいよ。よろしく。そんなわけで俺の新たな仕事が半ば強引に始まった。あ、お兄ちゃん。クルルちゃん。何年も見かけなかったからもう会えないと思ってたよ。大学出てからはほとんど来てなかったからね。ヒイラギクルル、彼女はこの漫画喫茶フリーダムの入っているビルのオーナーの娘だ。俺が昔ここの常連だった頃に、同じく常連だった彼女と偶然知り合ってからお兄ちゃんと呼んで慕ってくれている。クルルちゃん、見違えたよ。一瞬わからなかったから。女の子も成長いたしますからね。でもお兄ちゃんはそんなに変わってないよね。そういえばお兄ちゃん制服着てる。店員さんになったの？そりゃ客がモップ持って掃除はしないだろ。じゃあじゃあ、これからはお店でいつでも会えるんだ。まあ俺がいるときはだけどね。これでお店に通う理由が一つできたぞ。お兄ちゃん、お仕事頑張ってね。ほんと見違えたな、クルルちゃん。いかんいかん、あまりクルルちゃんを意識すると俺の体質による影響があの子にまで及んでしまうかもしれない。とと、仕事仕事っと。終わりました。次はどうしましょう？そうだね、ブースの並びの方の掃除かな。了解です。はあ、このまま無事に過ごせればいいんだけど。
すみません。見てません、何も。できた。痛い。ちょっといいかな。はい、何でしょう。さっき通りかかったから見たんだけど。すみません、あんなことになってしまって。忙しい時でなければ別にいいけど、一応ね。どうしよう、この人は俺の教育係なんだし、俺の体質のこと教えておいた方がいいかな。俺からもちょっとお話いいでしょうか。ん、何？簡単に信じることのできない話だと思いますが、実は俺、女難の僧ってやつでして。ふーん。やっぱり信じられない話ですよね。うん、でも君がそうだと言うなら、それでも。信じているかどうかはともかく、とりあえずはそういうこととして納得はしてくれたのかな。昨日俺のことを話してから、どうもレイさんの様子がおかしい。ありがとうございました。またのご来店を。後ろ通るよ。あ、はい。やっぱり偶然じゃないよな。レイさんが自分から俺に近づいてきてる。なんでだ。俺の体質のことは話したんだから、むしろ避けそうなものなのに。俺の能力が発動するのかどうか自分の体を使って試してるんだろうか。お、俺トイレに行ってきます。さすがにトイレまでは追ってこないだろう。レイさん、俺トイレ。気にしないで、点検に来ただけ。今じゃなくてもいいんじゃ。このパターンだといつも長続きしなかったんだけど。おはようございます。ああ、おはよう。って、ん？なんでクルルちゃんがうちの制服を。本日からお世話になります。人手が足りないって吉尾さんに聞いて、私もバイトとして採用していただきました。うん、これで私も楽ができる。お兄ちゃん、一緒に頑張ろうね。そうだな。まいったな、レイさんにクルルちゃんに、仕事中ずっと女の子が近くにいる状態になってしまったぞ。もう声が小さいですよ。元気出して元気、店員さんは元気が大事です。そうだな。クルルちゃんは帰ったけど、レイさんはまだいるんだし、安心はできないな。いつの間に終わった？今終わったところです。じゃあ次は私の仕事を手伝ってほしいんだけど、いいかな。はい、わかりました。私はこっちからやるから、君はそっちからでお願い。了解です。なんだか嫌な予感がする。なんだ？せいで故障してしまったぞ。いけないな、このドリンクバーの点検もしてもらわない。はあ、俺ってダメなやつだ。今までラッキースケベに散々苦しめられまくっていたというのに、いざ目の前にスケベがあれば確実にそれを受け入れてしまうなんて。こんな調子で俺ちゃんとバイト続けていけるんだろうか。ああ、もう知らん。寝る。なるようになれだ。